淵上が千淵上せ千は、日本の詩人、熊本県足北郡水俣町に生まれる。本名、京、東京の青山学院中学部へ進学する。東京では、詩人山の口枠の地具を終え、後々まで交流は続いた。脊水カリエスを病んで、青山学院を中退、帰京、以後、寝たきりの生活を余儀なくされる。病床で試作を始め、 九州文学などに作品を発表。また戦後の1946年、水俣青年文化会議を組織するなど、郷里の文化活動の発展に貢献した。1950年、35歳で死去。代表作に、柱時計、寝姿など、ユーモラス、また一面スケールの大きい詩風と評される。水俣市わらび屋に墓と詩碑があり、 破壊詩には、生きた、伏せた書いたと記されている。同市内にはもう一箇所死費が存在する。1998年には市民により、淵上盲線を検証する会が組織された。盲線の詩には、幾人かの作曲家によって曲が付けられている。滝本泰造による、男性合唱組曲、小さい町、清水治による、男性合唱組曲、 盲戦三つの詩、ズケランヒサコ、フチコウゲセンの詩による女性合唱組曲、約束などが代表的なものである。なおズケランヒサコの作品は2008年、熊本県立第一高等学校合唱団が全日本合唱コンクールで歌っている。また、小説家、日野足平はフチコウゲセンの人生をモデルとした小説、ある詩人の生涯を書いている。 淵上がみある詩人の生涯、日の足編集日本文学全集52新聴者、1960年381から434ページ。ありがとうございます。